こんにちは、金黒です。 iPhone 11 Pro に FeiyuTech のコンパクトな折りたたみスマホジンバル Vlog ポケットで動画を撮影してきました。金黒レビューチャンネル。 iPhone 11シリーズは実は GoPro Hero 7のハイパースムーズと同じぐらい強力に手ブレ補正が効きます。ただ iPhone 11シリーズの最大の特徴である超広角レンズの時は残念ながらその手ブレ補正は使えません。標準のレンズの時は手ブレ補正がっちり効いてるんですけど、超広角レンズで撮影しようと思うとやはりこういうスマホ用のジンバルを使った方が綺麗に撮れます。そもそも超広角レンズはあんまりブレが分かりにくいっていうのはあるんですけど、さらにこういうスマホ用ジンバル、今回は Vlog ポケットを使ってよりスムーズな映像を撮ってみたいと思います。こちらが iPhone 11 Pro で超広角レンズを使って手持ちで撮影してジンバルを使ってない映像です。このぐらい階段を上がる感じ、少しガタガタした感じは出ています。そして折り返してみるとやはり少し階段の手すりの感じがガタガタした感じは出ています。それでも超広角なんで結構ブレは少ない方だとは思います。まっすぐ歩いた感じだと、まあ、横の手すりが少しガタガタした感じは出るんですけど結構抑えられてると思います。やはり街を撮るときはこんな超広角の方が迫力のある映像が撮れます。次に同じく iPhone 11 Pro なんですけど、手持ち撮影して今度はレンズを標準に変えています。標準にするとやはり画角が狭く感じてしまいます。階段の折り返しのところ、今度は階段の手すりの具合を見ていきましょう。だいぶ抑えられてるんですけど、やはり手すりのガタガタした感じは出ています。そしてストレートの方はどうでしょうか。手すりとか背景のビルが少し揺れてる感じが出ています。ここで横を振り返るとやはり街の様子はもう少し超広角ぐらいで撮りたいなという感じがします。そしてまた超広角に戻して今度はジンバルを使って撮影しています。だいぶ階段を上がってもヌルヌルした感じが出てるんじゃないかなというふうに思います。やはり超広角の方がガタついた感じの映像にはなりにくいと思います。ジンバルも効いてるんだと思うんですけど、まあ、階段でも結構ヌルヌルした感じの映像が撮れてると思います。そして直線の方はどうでしょうか。あんまり街がガタガタ動いてる感じがせずに結構ジンバルが効いてるとは思います。そして街の様子はやはり超広角の映像の方が街を撮るときには向いてそうです。そして最後に標準レンズとジンバルの組み合わせで撮影したものがこの映像です。 iPhone 11 Pro 自体も手ブレ補正が効いてるんですけど、ジンバルでさらにブレが抑えられてると思います。振り返って階段登ってる様子、やはり一番ブレが少ないような映像になってると思います。そしてストレートはどうでしょうか。ストレートの場合はやはり超広角レンズの方がブレが少ないように感じます。できるだけ広角で使った方がやはりブレが少ないようです。単体の映像だけ見るとどの程度ジンバルの機能が効いているのか分かりにくいと思うので、今度は超広角のジンバルなしと超広角のジンバルあり、そして標準でジンバルなしと標準でジンバルあり、それぞれ2つ同時に映像を見ながらどのぐらいジンバルの機能が効いているのか見てみようと思います。2つの映像とも超広角なんですけど、下が手持ち撮影で上の映像がジンバルありの映像になっています。やはりジンバルありの方がより手ブレは抑えられているとは思います。階段を曲がってみてもやはり、手すりの揺れる感じを見るとジンバルを使った方が効果が出ています。ストレートの感じはどうでしょうか。
うん、ストレートの方もやはりジンバルありの方が綺麗に撮れてると思います。超広角がそもそも手ブレが分かりにくいんですけど、ジンバルを使った方がよりいい映像が撮れると思います。次に標準レンズで2つの映像を並べて比較しています。下が手持ち撮影で上がジンバルありの映像なんですけど、下の標準の手持ち撮影も iPhone 自体の手ブレ補正は効いています。そして上のジンバルありの方は iPhone 自体の手ブレ補正に加えてジンバルの手ブレ補正のダブルで手ブレを抑えた映像です。超広角よりも標準の方が手ブレは分かりやすいので、iPhone 自体の手ブレ補正とジンバルの手ブレ補正両方効かした方がよりスムーズな映像になると思います。同じ歩道橋の上で今度はインカメラを使って自撮りをやってみました。音声はシワのマイク MV88 を使って音声を取って、 iPhone 側のフェイストラッキングを使って自分を追いながら、少し動いて自分を追いながら背景の景色が見えるような撮影をやってみました。こういう撮影の方法は旅行でも使えるんじゃないかなというふうに思って撮影した映像がこちらです。今度はインカメラを使って撮影しています。背景を動かしながらインカメラで周りの景色を見せながら写すっていうのもありだと思います。次に少し面白い撮り方として、まず手でカメラを少し傾けて空が見える状態にして、あとトリガーボタンを押したままにして角度を調整して、後ろのトリガーボタン手を離すとカメラの角度が上を向いたまま、この状態で少し空を見上げながらずっと歩いてみた映像っていうのも撮っていました。街で空を追いかけながら歩くっていう映像、面白いんじゃないかなと思って撮影してみた映像がこちらです。ジンバルで一定の角度で空を見上げた状態で歩いています。こういう空を追いかけるような映像、少し上向きで使うっていうのもありかなというふうに思いました。そしてトリガーを押してロックして空を見上げた映像に切り替えています。最初のジンバルのテストの歩道橋を上がってまっすぐ歩くっていうのはかなりジンバルにとってはシビアな環境で、そもそも階段で縦揺れがしやすかったり、まっすぐ歩くときも手すりの幅が狭いので縦揺れがかなり感じやすく見えてると思うんですね。これ実際街の中で使うとちょっと違う感じで、実際に街の中でジンバルを使って超広角で撮った映像がこちらです。歩道橋のシビアな映像に比べると街の中で撮るとそれほどブレは気にならなくなります。実際こういう街の中で撮る方が多いと思いますので、こういう街をジンバルを使って撮影するっていうのは十分ありな撮影方法だと思います。今回テストしたすべての動画は iPhone のカメラアプリのムービーを使って撮影しました。他にもこの Vlog ポケットにはカメラアプリの PayUOn というアプリがあって、そのアプリを使うと iPhone と Vlog ポケットを Bluetooth 接続して、この手元の録画スイッチで録画の開始や停止することができます。その方が使い勝手はいいんですけど、あえて iPhone のカメラアプリを使ったのは iPhone の手ブレ補正と Vlog ポケットの手ブレ補正ダブルで、手ブレ補正どのくらい効くのかやってみたかったのでそうしました。ただそれは標準のレンズの時はダブルで効かすことできるんですけど、超広角を使う時は残念ながら iPhone 側には手ブレ補正がないので Vlog ポケットの手ブレ補正だけになってしまいます。超広角の方が手ブレ補正があんまりいらないんですけど、それでもやはり今回テストをやってみて iPhone の超広角で動画を動きながら撮影するときはこういうスマホ用のジンバル使った方がより映像としていいなと思いました。特にこの Vlog ポケットは軽量コンパクトなので使いやすいなと思ったのと、あんまり複雑な機能がないですけど必要にして十分な機能があるように思いました。また
フェイユオンアプリの方はドリーズームやモーションタイムラプスなど、また凝った映像を撮ることもできるので、それはまた違う動画でアップしたいなと思います。今回はフェイユテックのコンパクトな折りたたみスマホジンバル V6 ポケットの撮影テストをやってみました。まだこのジンバル使い込んでないので、まだまだ使い込んでこのレビューチャンネルで動画上げようと思いますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。